今君たちが書いてるソースコードもそうだよねと、自分の作品だと思ってると、自分の子供のように愛せますか、どこに出しても恥ずかしくないですか。今日のゲストは、カズさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで視聴者の皆さん、なんで、まあ、その業界の話をもうちょっと知ってもらって、そこからどうやってそこの業界の、まあ、上場するに至ったか聞いていきたいんですけど、はいはい、まあ、その当時から2012年ですよね、 IT 起業されたのは。そうですね、最初フランジャっていう会社を起業して、その後と、はい、サンアスタリスクという名前に、社名を変更したので、現在はサンアスタリスクという社名で、はい、ありますね。はい、その当時って、例えばその、まあ、もちろん IBM の、まあ、取り下げって大企業中心だったんですけど、まあ、その当時から例えば IBM で言えばインドとか中国とか、もうそういったところに IT 開発のアウトソースをするとかっていうような、うん、まあ、流れはあったので、私としては結構もこの時期も結構そういう競合が激しくなってるんじゃないのかな、なんか想像してたんですけども、はいはい、まあ、そうするとベトナムで起業したとしても、やっぱりそのいろんな競合がいらっしゃると思うので、うん、まあ、そのサービスを作っていくにあたって、なんかそのどういったところを強みにしようとか、その辺ちょっと教えてもらってもいいですか。はいはい、確かに私がもうベトナムに行って起業した時っていうのは、日系の IT 会社って結構もうあったんですよね。多分100社ぐらいはあったんじゃから、ハノイですと。結構ありますよね。結構ありますね。まあ、ベトナム人で、日本に留学してて帰ってきて起業したみたいなところもありましたし、で社長がベトナム人なんだけど日本語ペラペラで、国費留学で東大情報工学出てますとか、はい、そういう人たちがベトナムで作ってる IT 会社なんかも含めると、で日本人がもちろんオーナーで株、社長やってるような会社も結構ありましたし、でただね、その時ちょうど中国が2000年代、2010年ぐらいまですごく経済成長してですね、その経済成長する中で日本バッシングみたいなのがちょっとあったんですよね、はい、そのでいろんな日本の企業が中国に全て生産拠点開発拠点を置いとくのはリスクなんじゃないかということで、分散しようという流れがあったんです、はい、当時流行った言葉でチャイナプラスワンっていう言葉があってですね、ちょうど2008年ぐらいからですかね、こういろいろ流行りだして、でそのチャイナプラスワンっていう言葉がようやく世に広まりだした頃に、中国の次に IT 会社がどこにじゃあその会社を作るべきだろうっていうのを探してたんですよね、東南アジアの中で。でインドっていうのはどっちかっていうとやっぱり英語ができる人たちが多かったので、欧米の IT 会社が支社を作るのが多かった。なのでただ日本の IT 会社っていうのはですね、英語ができないのでどうしても通訳が必要だったり、ブリッジ SE が必要だったり、一生懸命 IT エンジニアに日本語を教えようとするんですよね、はい、そうするとインド人はそもそも英語でやれば給料が日本企業よりも倍以上出る機会があるのに、わざわざ日本語を覚えて給料半分のオポチュニティを、そのジョブオポチュニティを目指さないっていうのがあるので、ってなってくるとやっぱり英語があまり話せない国の方がいいわけですよね。でそれで、まあ、東南アジアで行くと、まあ新日で、しかも技術力があって人口もそこそこあって、エンジニアの数供給力もあって、で、まあまだ、中国ほど人件費も高くなくてっていうところでいくと、ベトナムっていうのが、まあ、残ってくる。チャイナプラスワンは IT はベトナムなんじゃないかっていうのが言われ出してた頃ですかね。実は私2013年 IBM 入ったんですけども、はい、一番初めのプロジェクトはインド人のチームをまとめるブリッジ SE っていう役割でした。はい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 、やっぱり難しいんですよね、言語の問題があって。そうですよね、うん、IBM はだってもうインドにめちゃくちゃでかい支社っていうか支店持ってますからね。もうそうですよね、もうめちゃくちゃなんか何十万とかいるか、数万人、10万人以上いましたね。いますよね、当時で。だからやっぱり分かります、それでも言語の問題ありますよね。そうです、だから多分アメリカ人からすると使うのは楽だと思うんですよ、たとえなまってたとしても。いや、分かります、英語ですもんね。日本人が使うとやっぱり難しいっていうのは、うん、
あったと思いますね。そうですね。その当時大連、中国の方は日本語人材がいるんでってことでいろいろ試したんですけど、やっぱり英語ワークしないってことになって、その大連の方にしていった気がしますけど、その時ってだけどチャイナプラスワンだったんで、さっき100社ぐらいはベトナムにいたっておっしゃったんですけど、それでも、はい、ベトナムで本格的にオフショアがやってるっていうようなフェーズじゃなかったんですか？いや、もうでも200人ぐらい、100人以上とか200人ぐらいの社員を抱えているところも何社かありましたね、すでに。はいはいはい。で、あの FPT っていうね、あの大手の元国営企業の IT 会社なんかは、はい、ほぼそこも日本のクライアントを持ってましたので、大手のですね、うん、まあ、なので、日本の、仕事を請け負うっていう、日本と一緒に仕事をするっていう土壌はもうすでに結構あったんですよね。ただ当時言われてたのはベトナムのオフショア開発っていうか、ベトナムの開発レベル、技術者のレベルとかっていうのは中国に遠く及ばない、とにかく失敗しまくるっていうふうには言われてたんですよね、あ、じゃあなんかあったんだけども、日本のクライアントとしてはちょっと様子を見ていると。なのでまあ、オプチュニティはがっつりあるんだけども、そこまでこう進んでないみたいなイメージだったんですか？そうですね、そうです、そうです。だからベトナムはいいんだけど、あの使うのが難しい、一緒に提携するのが難しいっていうようなイメージだったんですね。でもこれが逆にチャンスだな、ここをもし改善できれば、日本と同じクオリティのエンジニアを育成することができれば、つまりその仕事に対して、ちゃんと責任感を持って、自分が、作るソースコード、自分が書くソースコードっていうのは、これはもう作品だと、自分は職人だと、むしろこれはアートだというような、あのマインドで仕事に向かってもらいたい。で、その技術職、要は職人のマインドセットこそが、やはりその何百年何千年とこう日本が、その技術を大事にしてきた土壌の一番の基礎の部分だと思うんですよね。これを伝えたかったっていうのが、もしこれを伝えることができれば、ベトナムも日本と同じような技術大国になれるはずだって思ったし、逆に今のように自分はこの給料しかもらってないから、この給料分しか働きませんとか、とりあえず言われたものを作って納品すれば、契約書にはここまでしか書かれてないんだから、あとはお客さんが困ろうが、もうこの作ったものが、納品したものが使われなかろうが、自分たちはそれで関係ないんだっていうマインドセットでやればリピートは来ないですよね。リスペクトもされないし、でもあのベトナムが今日本の中であのホットになってきてるから、仕事なんかいくらでも来るから、リピートなんかいらねえんだっていうスタンスの会社もいっぱいあったんですよ。なるほど、いや、なんか今の話って、非常に重要ではあるけども、めちゃくちゃ海外での難しいなってポイントを含んでると思ってて、というのも私もベトナムでね、8年間ぐらい、ベトナム人向けに事業やってますけども、そので日本並みのサービスをやりましょうとかね、その一生懸命技術を、職人だとか、そういう言葉を言うのはすごく簡単とは思うんですけども、そもそも職人っていう言葉があるのかとか、その概念は何だとか、そもそもお客さんとの約束は何だとかって、その文化によっても違うし、そもそも概念もないっていうのが外国だと思いますし、私もサービスやってる中でやっぱりそのつい言っちゃうんですよね、この日本のサービスとかって初めの子は。でもポカンなわけですね。でそういうのを今の話を聞くと、当たり前なんだけど当たり前にできない難しさってあるんですと思うんですけど、その辺ってどうやってこうやってったんですか？これはですね、もうあの基本的にはまず採用の時にですね、かなり、要はなぜ今あのベトナムが先進国とこんなに給料の格差があるのか、経済の格差があるのかというふうに考えた時に、必ず質問してたのは、じゃああなたはメイドインジャパンのスマートフォンとメイドインベトナムのスマートフォンが同じ値段で売ってたとしますと、はい、どちらが欲しいですかと、はい、言った時に、全員メイドインジャパンのものが欲しいっていうわけですよ、はい、つまりそれはベトナム人がベトナム人を信じてないってことなんですよね、はい、つまりベトナム人がベトナム人のことを信じてないのに、じゃあベトナムで作った製品を海外で買ってくれる人はいるんですかと。うん、そうですね、いずれ、例えばじゃあ、スマートフォンでも車でも何でもいいんですけど、人件費が安いからって言っても、結局みんなの給料が自分の給料を上げたいと思ったら、結局同じものをですね、同じ値段で売るような勝負に
最後はなると、うんうん、そうなってくると同じクオリティのものが作れるかどうかっていうことが大事だったけども、うん、結局それが作れない、だから諦めるっていうのであれば決して国は豊かにならないし、ベトナム人の作ったものを誰も買わないと、うん、つまり外国人が来て工場を設立してそれで雇われて作るだけだと、うん、でもそれでは豊かになりませんと、分かりますよねと、はい、で皆さんが今転職するのは給料が10ドル上がる50ドル上がるって言って喜んで転職してるけども、それはこのタイミングだから転職すれば給料が上がっていくよねと、うん、でもいずれこれ以上上がらないところが来るよねと、うん、その時に付加価値がなければその上は目指せないよねと、うん、この国が豊かになれなかったらあなたの給料もある程度までしか上がりませんと、うん、でこの国が豊かになれないのは、まあ、政府のせいだとか共産党が悪いとか私たちは選挙がないとかいろいろ言うけども、うん、日本の政府だって政治家だって世界中からバカにされてるし国民だって全然優れてると思ってませんと、うんうん、で今の世の中ベトナムの未来を作るのは誰なのか、政治家なんですかと、共産党員なんですかと、違うと、どの国もその国を作ったのは国が成長してる時期の優秀な若者なんですと、うん、その人たちがいろんなことにチャレンジしていいものを作ろうってがむしゃらになって働いて、そして世界で通用するいいものをたくさん出していくことで世界が豊かになる、これしかないですよねと、うん、土地を転がす、自分の仕事を転がす、そんなんで豊かに国がなれないし、うん、個人がちょっと儲けたところでっていう話をもうあの手この手で朝礼で話すし面接でもすごく話すし、これをもうひたすらやるんですよ。それをまあ長さはあると思うんですけど、いろんなところ喋るわけですか。朝礼でまずいろんな話をしますね。大工さんの話とかですね、はい、例えば大工っていうのは世界中に家を作る人がいるんで、これはもうでもどこの国も大工って言ったらベトナムもそうなんですけど、レンガ積んでるだけの人たちで、はい、もうブルーワーカーじゃないですか、はい、でも日本は違うと、例えば宮大工とか、はい、匠っていう言葉があると、じゃあ日本人が匠っていう言葉を聞いてブルーワーカーだと思うかっていうと、はい、そうではないんですね。彼らは大工の中でもやはり一流の技術を持つと、はい、それは神社とかお寺とかっていうのをこう建てたりする宮大工っていうのになって、うん、で、うん、技術力のある宮大工っていうのはそれこそ国宝級のそのお寺とか神社を作ったり修復したりすると、でだから日本の京都にはあれだけの地震大国でも世界最古の木造建築物がいっぱいありますと、うんうん、アメリカも戦争した時にはそれをちゃんと知ってたので京都には爆弾落としませんでしたと、東京にめちゃくちゃ落としたけどと、うん、いう話をして、つまりそのもう千何百年前からその地震が起きるっていうことも、うん、大きな地震が起きるということも計算しつついいものを作ると、うん、いうことにちゃんとその考え、それをばっかり考える人が自分の仕事だと思って没頭してやる人がいたし、それに対して周りもちゃんとその天皇とか、まあ、そういう偉い人たちも含めてリスペクトしてサポートしたと、うん、これが日本の職人の考え方だし、それは決して職人が優れてただけじゃなくて、うん、ずっと何百年千年以上権力のある人たち、町の人たち全員がリスペクトしてたんです、うん、例えば庭師といってこう庭の枝を切る人たちもこれも職人です、うんうん、綺麗な庭を作ろうって言ってだんだんこうやって日本庭園みたいなものができてきて、それは今ではみんながアートだって思ってくれてるけども、でもそれを昔から大事にしてきた人たちがいると、で大事にしてきたのは常にそれを作る人も合わせてリスペクトしてきたんだよと、うん、今君たちが書いてるソースコードもそうだよねと、うん、自分の作品だと思ってると、自分の子供のように愛せますかと、うん、どこに出しても恥ずかしくないですかと、うん、そういうプライドがなければ決してあなたが一流の人間になることはないし、一流の人間のいない国には一流のいない人間のいない国は一流の国にはなれないし、一流の国になければ差別化要因がないので豊かになれない、うん、じゃあその国のエリートって誰なのと、エリートたちが一流の大学を出てそして外資系に働いて、そのじゃあ外資系で働く一番の大事なことはっていうと、先進国がなぜ豊かになったのかっていうのをとにかく知ることなんじゃないのと、うん、そこで勉強して
そこで自分が一流になるっていうことでしょと、うん、そこに対して興味がありますかっていう話をまず面接でかなりしなければいけないですね。それはすごいですね。いや、あの国家ですね、国家。いや、それはなんかあの、その藤本国語。いや、でも、いや、今の話を聞いてると、いや、もちろん、見てる日本人の方は、まあそうだよなとか、普通に思って、まあまあ、そう、まあ、共感するとこ多いと思うんですけど、私はベトナムで8年やってますし、まあその、なんて、今の話をですね、まあまあ、エッセンスを今の自分の社員、あるいは、まあ、一般的なベトナム人の目線で伝えたときに、どうなるかなって思うと、絶対ポカッとすると思うんですね、まず。で、何言ってるか分かんないけど半分以上、なぜかというとそういう国にいたことがないとか経験したことないので、まあその匠の話とかも、まあ、想像できるけども分からないことたくさんあると思うんですよね。だからそれを多分言ったところで1回ではきっと伝わらないだろうし、まあ多分伝わってない分かんないけどとりあえずやってみるっていう人もいるでしょうし、うん、そこはまあ初めは多分伝えるんですけど、多分最終的には多分1000名ぐらいになってるとおっしゃったんで、多分その数人とかいいですよね、朝礼だとか、まあ、そのなんかその飲み会行ったりだとかいろんなところで伝えられるけども、だんだん人数が多くなってそれは難しいじゃないですか。そうですね。それってどうやってその熱量、今私は感じた熱量っていうものを組織化していったんですか。これはでもやっぱりあのリーダーとかですね、そのマネージャーっていう人たちっていうのは同じような話がやっぱりできるようになってくるし、あとは特にエンジニアがですね、まあ、技術者なので彼らがその日本人が大切にしてるそのプログラミングの書き方とかですね、まあ、設計のやり方で、要は動けばいいっていうプログラミングではなくて、この後このサービスはこういう機能をつけるかもしれないとか、こういうふうにサービスをピボットするかもしれないっていうことを想像しながら、こう、ここはだから拡張できるように変書いておこうとかですね、柔軟性をある程度持たせて書くっていうことをしたりするのは非常に、まあ、経験も必要だし、やっぱり頭も良くなきゃできないんですけども、そういう書き方をちゃんと教えていくっていうことですよ。なのでやっぱりその職人のクラスのエンジニアがちゃんとその指定制度みたいな感じで日本人が横について教える、で、そこにいる人たちっていうのはもうまさにそのベトナム人でもトップクラスの、若いエンジニアでものすごく吸収していくんですよね。なるほど、そういうことかと、そう、これはとても合理的だと、確かにこういうふうに書いた方がいいっていう、なぜやるのか、なぜこれが正しいことなのかいいことなのかっていうところ、この概念の根本的なところまで理解して、それを自然とやれるようになった人は育てることができるんですよね、ベトナム人も、うんうん、ただ言われたことをこういうふうに書きなさいって言って書くだけじゃなくて、なぜその行動を書いたのか、どうしてこういうふうに書くべきなのかっていうところをちゃんと理解、それを教えてくれる人がやっぱり何人かいて、あとうちの場合はですね、ラボ開発って言って、まあ、当時はまだあまり他の会社やってなかったんですけども、はい、ラボ開発って言ってそのチームを貸すっていうビジネスモデルだったので、はい、お客さんにできれば人を送ってください、ベトナムに、はい、そのエンジニアのエースエンジニアを、日本人のめちゃめちゃ仕事できる人で、その人が来てくれることによってそのチームはですね、その人が教えてくれるんですよね。なるほど、でその人にもやはりその我々はベトナムで、将来ベトナムが IT 大国になれるように素晴らしいエンジニアをここでやっぱり育てたいと、で実際のその業務を通して綺麗なソースコードを書けるし、まあ、その例えばお客さんであればその御社のやり方、御社がやっぱりその素晴らしいと思うその開発のやり方をやってもらいたいっていうところをやっぱりやってましたね。なのでどっちかっていうとこう単純作業というよりは新規プロジェクトとかですね、そういうより難しいんですけどもチャレンジのしがいのある仕事をもくれるお客さんを好んで営業してましたね。ちょっと一瞬話戻って、今そのスキルシェアの話とか日本の人、IT の人が育てて一緒に行くっていうのが想像ついたんですけど、やっぱさっき藤本さんおっしゃった一番コアの部分で、その自分たちこそがこの次のベトナムの新産業を作ってるっていうような気概ってなんかめちゃくちゃ重要だと思いつつも、そういうのって言うと響くんですか、例えば初めわからないけど言ってるうちになんかこう湧いてくるんですか、どんな感じなんですか言うと。
おそらく言っても全く響かない人の方が多いと思います。うん、でも面接の時にそればっかり僕は確認するんですね。要は僕が面接する時っていうのはもう技術チェックとかは終わってるので、はいはい、なので、人によってはもう1時間の面接のうち50分ぐらい僕が話してる。なるほど。ベトナムはこれからこうするべきだとかですね、はいはい、こうならないとベトナムは先進国になれないとかですね、はいはい、そういう話をこうずっとしていって、はい、で最後にその人が何て言うかですよね、うん、自分もそういう考え方初めて聞いたけどもまさにそうだと思うから入れてくださいっていうのか、うん、結局ボーナスは何ヶ月分出るんですかって聞いてくるのか、50分話したのに、今すげえ話したのにボーナスは何ヶ月分ですかっていう話、まあ、別にボーナスのことも、ね、大事なんで話をするんだけども、でも本当にその人が何に興味があるのかっていうのはその質問のやり方とかで僕は見るようにしてましたね。やっぱり初めは分からなくても何回もやってるうちにベトナム人独特のとか IT エンジニア独特の、まあ、その流暢じゃないけどなんかその闘志を感じるとかそれあるわけですよね。そのあります、はい、あります。だからやはり自分たちがやはりベトナムの IT を引っ張らなければいけない。で、うん、なんで IT かっていう話もやっぱりその朝礼とかでもよくしたんですけど、いや君たちは1億人これかなりすごい人口だし若いし素晴らしいんだけども、すぐ近くに14億人の中国もあるし、すぐ横には13億人のインドもあるよねと、うん、で、すでに2億4000万だか6000万だかのそのインドネシアと、まあ、タイには日本は30年前から製造業で、はい、連携してますと、はい、その中でこんなに四方八方製造業大国に囲まれてて、なるほど、勝てますかと、今から PC 作って勝てますかと、今から車作って勝てますかと、うん、でこういう製造業っていうのはこれからやっぱり、ますます、規模の世界と高度化って二極化していくよねってなった時に、だったらもう製造業で君たちが今できることは、製造業で戦うことよりもやはりある一定の優秀な人材を IT に向けることだっていうのを2000年ぐらいからベトナムの政府はこうやってたので、これは素晴らしい先見の明だと思うんですよ。めちゃめちゃ IT 学部増やしたんですよ大学に。で IT エンジニアの供給力を出したんだけども結局仕事がないっていう状況だったので、まあ、外資系の誘致をすごいやってたんですけど、ここでこれだけ国が IT にやろうって舵振ってると、で絶対これは素晴らしい判断だと俺は思う、はい、だから俺はベトナムを選んだ、うん、だからここでベトナムが IT 立国になれるかどうかっていうのはこれはもう国の判断じゃなくて、ここにいる 若い IT エリートたちが何をどうするかにかかってるよねっていうのをやっぱりもうひたすらこうずっとこう言い続けるっていう感じですよね。いやー、やっぱり今僕もちろん IT のねお仕事やったことないですけど、自分のその事業経験だとかいろんな事例を見てて、やっぱりね日本で上場するに至ったそこまでの成功の理由って藤本さんのパッションですね。いやまあそれだけじゃないですけどね。いや、もちろんもちろん、いや、いろんなことあると思うんですけど、うん、でもやっぱそういう気概を持ったことをずっと言い続けることって大変じゃないですか正直。まあ、正直大変だよ、毎朝毎朝ね。普通の本業っていうか、ね、ちゃんとそういう前にそういうことかけたか、そういう細かい話もあるじゃないですか。でも、うん、そういうことをずっとなんか言い続けてることっていうのは、海外において、やっぱ本当に分かり合えるのは難しい中で、なんか一個同じものを目指すっていう、まあ、もしというと、その日本側のクライアントって見えるで見えなかったりする。でもそこでこうなんかチームをまとめていくっていうところの、まあ、大きなその私が思う、まあ、そういう成功の要因の一個なのかなと思いますよね。他のその全部知ってるわけじゃないですけど、オフィシャルやってる方たちに比べて圧倒的に熱量を感じるなというのは今の、はい、そうですね。だからあとはだからその仕事に対しての責任感とかマインドセット、責任っていうとすごく重くなってしまうので、やはりこれはもうアートなんですと、作品を作ってますと、あなたたちの作品だから、やはり作品作りを楽しまなければいけないと、やはりサッカーを楽しんでるからこそ世界トッププレイヤーになれるし、プログラミングを楽しんでるからこそやっぱりトッププログラマーになれると思う、はい、だからよくその僕はプログラミングできないしプロジェクトマネジメントもしないので、まあそういう意味だとまあどんな朝礼でどんなこと言えばいいかなとか、
まあ、みんなでこう見るためにですね、その日本のなんか、トヨタのリーダスっていうあのドラマがあるんですけど、そういうのをこう持ってきてですね、まあ、みんなでこう見たりとかですねしたり、そういうネタを考えるのと、あとはこうフロアをうろ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 しながら、まあ、あの忙しいから声かけられてもあれなんだろうけど、まあ、たまにあのエンジョイプログラミングとかね、こうプログラミング楽しんでる楽しんでる楽しんでるってこうみんなに声をかけて回るとかですね、そういうようなことをしたり、でも片やそのみんなであのランチ食べに行ったりするときはもう屋台に食べに行ったりとか、あえて虫を食べに行ったりとかっていうのもやるし、まあ、あの夜飲みに行くときはもうひたすらあのやっぱりめちゃめちゃみんな若いし飲むんで、とことん付き合うよみたいなね、ことをやったりとかっていうのはすごいやってましたね、はい。そういうなんかすごいあのチームメイキング、今勉強になるな、多分見てる方も皆さん、あ、なるほど、海外でビジネスやってる方はそういうとこまでいろいろ考えてやってるんだなと思う一方で、ベトナムってそうは言っても自分も経験あるんですけども、そうやって自分の思いを共有して、なんかいろいろこう一緒に来たんだけど、いきなりなんか転職するとかってパターンもあるわけなんですよ、過去の経験上。うん、ありますね、あります、ね。やっぱり IT 人材って引っ張れた子でしょうし、そんだけの人材だとやっぱりいろんな誘惑とかね、オファーがあると思うんですけど、そういったなんか、うん、まあ、失敗談じゃないんですけど、なんかその難しさだったり、その中で学んだことってあったりしますか？そうですね、ただまあ、うちの場合は初期のメンバーが、ほぼ辞めてないっていう結構稀有な、あのあれなんで、やっぱりその頃のあの思いがちゃんと伝わってて、結構やっぱりもうね、経験もあるから、マネージャークラスとかだとバイネームで、もうなぜかうちの社員リストとかも多分ヘッドハンターの会社とか流れてるんで、バイネームでこの人を、まあ、日本の IT 会社が支社長としてほしいとか CTO としてほしいって、給料3倍ぐらい出したりもするんですけども、意外とそういうのになびかないが、あの残ってくれたりしてるっていうのはあるんですよね。まあそこは、何名がいるんですか、その初期のコアメンバーっていうのは。初期のコアメンバー、そうですね、まあ、あ、でも残ってくれてるのはおそらく本当の最初のなんだろうな、30人とかと、あのまあ、もちろん最初の頃でも辞めてった子はいるんですけど、 MVP を取ってるような子、毎年1人 MVP をずっと1年に1人出してるんですけど、その子たちはほぼ辞めてないですね。で MVP 取るのが今でも初期の頃にいた子たちが、やっぱりそのマインドセットで大きなチームをもうあのマネジメントして、成長させてるみたいな感じでやっぱり取るので、なかなかその子たちがいるのですごいあの助かってるっていうのはありますね。ちなみに、まあ、結構そういう色を結構出てくるじゃないですか、こういう風にしたいって思う、はい、だから辞める人って結構早く辞めたりするんですか？あ、それはありますね、合わない、合わない人、うん、やっぱり、うん、あの他の会社ではこのやり方で OK だったとか、すごく細かくチェックされすぎるとか、自分のやり方が否定されすぎるみたいな人はどうしても出てきますよね、うん、はい。やっぱ大企業になってからはどうしてもそのブランドに来るような人たちも多いので、フェーズが違いますからね、ちょっと。そうですね、まあうちで少しやって、その経験をもとにやっぱり転職して給料上げたいっていう人ももうちょっと、まあ、あの結構増えてはいるので、うん、それはありますよね。で今の話の中で私が勉強になるなと感じたことは、うん、あの外して海外でやりますと、まあ駐在員の方でもね、企業でもいいんですけど、まあ、ゴーにいてゴーに従えって言って、どうしてもこう迎合していくっていう、まあそれは悪いことじゃないと思うんですけど、どんどんやり方を相手に合わせていくかゆえに、なんかコントロールつかなくなるパターンってよく見ると思うんですよね。はいはいはい。これは初めは日本式だっつったけど、お前そんな日本式って言ったら日本に帰れぐらい言われちゃうからひるんじゃって、だんだんと、じゃあまあこれはいいんだ、やっぱベトナム遅刻するのはベトナム流かなとか、もうちょっとまあ期限に間に合わなくてもベトナム流かなって、まあそう極端に言わなくてもそうなっていくことって多いと思うんですよ。まあそれが文化だから、それを尊重するとも言えるじゃないですか。でもその中で今藤本さんが感じるのは、やっぱ自分が信じる道はちゃんと理由を説明して、順序と説明すればついてくるんだっていうことを証明してたのかなっていうのは、それ感じますよね。そうですね、まあだからあの個人のため会社のためというよりは、常に話すのはどうやったらこの国が豊かになれるのかっていう話でいくので、その遅刻する理由っていうのは、いや、じゃああなたが遅刻することでどうやったらベトナムが豊かになれるんですかっていう話にしかならない。議論の接点が常に自分のため、家族のため、会社のため、そんなこともどうでもいいんだと、そんなことはどうでもいいと、
常にどの国もそのエリートに頑張るチャンスがあるのは高度成長期だけなんだと。この高度成長期っていうこのボーナス期間に若くて優秀な人だけがその国の将来を担わされてるんだと、それお前たちだろうと、そういう人たちが遅刻だなんだとかっていう話をしてて、どうやったら国が豊かになるんだっていう話、そういう話をやっぱりとことんします。いやそれねめっちゃねすごいっすよ。まあ多分見てる方は多分もう十分にですね藤本さんがどんな風に喋ってるか想像したと思うんですけど、いや僕も想像してでもねそれを僕も8年間やってますけど、自分のまあもちろん人作りがね企業の一番大事とは言えどもいろんなトラブルとか売上上げていかないとかいろんなことがある中でそれをずっとやり続けることってやっぱ難しいし、まあ、すごい根気いることだけども、やっぱそれを地道にやってったからこそ、まあ、すごいその力強い組織があってやっぱりその発展してったのかなというようにそう感じたところです。 ありがとうございます、まあ、あとはだからそれが口先だけだと本当に伝わらないと思うんですよ、